こんにちは、ページボーイのひねちです。今日は冬におすすめのあったか着痩せコーデ4つご紹介したいと思います。そうということで、やっぱり冬になってくると寒いから、まあ、ニットとかね、あったかいもの着たいなって思うんですけど、どうしてもこう着膨れ感とかすごい気になる方たくさんいると思うので、今日はあったかく着れるのに全然着痩せして着れるようなコーディネートっていうのを4つアイテムと一緒にご紹介できたらなと思いますので、よろしくお願いします。では行ってみよう。おう。では冬おすすめのあったか着痩せコーデ1つ目ご紹介します。今回一つ目は今季トレンドのカレッジロゴを用いた、スウェットのモードストリートコーデでまとめてみました。でこちらのスタイリングがまずこのトップスですね。これカレッジロゴウラケプルオーバーなんですけども、これ私のリアルバイアイテムになっておりまして、中が裏起毛なんですよ。そうなので、普通のスウェットよりもかなり1枚でもあったかく着れるような冬おすすめのアイテムになっております。あとはやっぱりこういうビビッドなカラーの方がこうボワンと膨張した感じにならずにすっきりと着ていただけるかなと思います。でこちらのアイテムのおすすめのスタイリングとしては、やっぱり上がビッグシュレットになるので、ボトムはスキニーデニムですねと合わせつつも、ロングブーツでしっかり足を引き締めた状態で着ていただくのが一番メリハリあるコーディネートになるので、まあったかくそして着痩せということで着ていただけるかなと思います。そして今回比較しやすいようにちょっと NG コーデっていうのもご紹介したいなと思うので、今回トップスに合わせた NG コーデこちらです。そうやっぱり上がビッグシュレットなので、ボトムはできれば細身なスッキリしたもので合わせていただかないと、トータルなんかすごいちょっとこうパジャマ感みたいな感じになってしまうので、まあ、できれば上がゆるっとした時はボトムはスッキリみたいな感じで合わせていただいた方がいいかなと思います。では2つ目、冬おすすめのあったかコーデこちらです。ハイネックリブタートルを合わせた季節感のあるチェック柄コーデでまとめてみました。でやっぱりまずこちらがこのトップスになります。これもページボーイでも大人気すぎるのと、あとやっぱりこちら私のリアルバイアイテムになっております。そうこの、リブタートルニット、これ結構生地がすっきりとしてて、あのモコモコしすぎないので、これヒートファンクションっていうちょっと素材になってて、すごく今時期の、 あの寒い時期とかにもすごく使えるようなアイテムで、1枚でもめちゃくちゃあったかくって、私正直これ1枚でもかなり熱いほど、あの素材感すごいこれこだわってるんですよ。そしてこちらのボトムですね、先ほど NG コーデで使わせていただいた色違いになるんですけども、逆にですね今回トップスが結構ぴったりめなシルエットになるので、ボトムはちょっとこうワイドフレアじゃないですけども、そういう感じで上がピタッとしてるときは下を少しこうワイドめとかで合わせていただければ全然問題なく着痩せしてきていただけるので、ぜひ参考にしてみてください。ではこちらの NG コーデも一緒にご紹介します。今回トップスは一緒の、ボトムを先ほどの OK コーデで合わせてた、スキニーパンツで合わせてみました。そうこれ見ていただくと、やっぱり上のお洋服のシルエットが違うだけで全然変わりますよね雰囲気。そうで今回はその上が結構ぴったりめなので、ボトムもぴったり合わせてしまうと本当に体のラインが全て出てしまうような感じになってしまうので、まあ、できればどっちかはこうちょっとこう体のラインが隠れるようなもので合わせていただいた方がしっかり着やすくできるかなと思います。では次の冬おすすめあったか着やせコーデはこちらになります。ショートクループルオーバーを合わせた着痩せスカートコーデでまとめてみました。でこちらですね、メインとなるのが今回こちらのショートクループルオーバーになっておりまして、やっぱりね今季トレンドのショート丈でございます。もう私の大好物ですね。でもちろんこれ私のリアルバイアイテム、まさにこの黒を購入しております。でこちらのショートクループルオーバーに合わせるボトムなんですけれども、今回はマーメイドスカートで合わせてみました。そうやっぱりね今季絶対押さえてほしいのがマーメイドスカートでして、マーメイドスカートってすごいいいのが、体のラインがちょうどの腰回りはぴったりなのに裾に向かってこう広がるようなシルエットになってるから、
程よくちゃんとこう足のラインとか体のラインを拾わずとも着痩せして着れるような本当に紙シルエットのスカートになってます。なのでそういうスカートにショート丈を合わせていただければインしなくてもウエストの位置上がって見えますし、体のライン隠しつつも着痩せしてスッキリ着れるっていう感じなので、このスタイルがかなり私の中でおすすめでございます。そしてこちら比較しやすいように NG コーデもご用意しました。どうですかね。そうちょっと似た色味で合わせてみたんですけれども、なんかこういうショート丈に私あんまりこういうワイドフレア系とかだとなんかすごいねトータル寸胴に見える感じがして、あ全然あの間違いではないのでいいんですけども、個人的にあんまり好みではなくって、そうなのでこういうショート系にはマーメイドスカートとかで合わせていただいた方がよりすっきりと着痩せして着ていただけるかなと思います。では最後に冬のあったかおすすめコーデこちらになります。ヘリンボーンクループルオーバーを合わせた王道モノトーン着痩せコーデでまとめてみました。でですね、こちらメインアイテムがこのヘリンボーンクループルオーバーですね。いやこれ私のインスタライブとかでもご紹介してるんですけど、これ本当にお気に入りのリアルバイアイテムになってまして、そうてか今回のご紹介全部リアルバイなんですけどすいませんが、はい。でこちらがやっぱりこの柄めちゃくちゃ可愛くないですか。そうだからこれ1枚着るだけでもこういう柄が入ってることで目線がこう体のラインにいかないような感じになってるんで、これ1枚あるだけでも本当にあったかく着痩せして着ていただけるかなって思います。これ実はウールがちょっと 14% ぐらい入ってまして、そうなので寒がりさんですとかあんまりこう着ぶくれしたくないけどあったかく着たいなっていう方には、まあ、この柄もそうだし素材も含めてぜひおすすめしたいトップスになってます。で今回こちらのニットに合わせたのがフレアフィットデニムになっております。そう上もちょっとこうやっぱりゆるっとしたシルエットになってるんで、あの最初にご紹介した1個目のスタイリングと同様で、ボトムは結構すっきりめなフレアパンツとかスキニーパンツとかそういう感じで合わせていただくといいかなと思います。で今まで結構カラー続いてたっていうのもあるので、ここでちゃんとね王道のモノトーンコーデを入れさせていただいてます。やっぱりねあのスキニーとかフレアパンツとかってもうまず着痩せ狙うんでしたら絶対ブラックから挑戦していただくとより足がすっきりとほっそり見えると思うので、まあ、それに合わせつつもやっぱりもう私の大好きなヘビーソールサイドバーブーツですね。これもう間違いない組み合わせですね。フレアデニムとかに合わせるんでしたらやっぱりヒールのあるようなちょっとこう厚底のブーツ系で合わせてより足長効果を狙ったような感じで合わせていただければトータル本当に着痩せして着ていただけるかなと思います。はい、ということでこちらの NG コーデご紹介します。こんな感じでございます。ちょっとデニムはデニムなんですけれども、あえて今回クラシックストレートデニムを合わせてみました。だいぶ雰囲気これも変わりますよね。そうやっぱりね上がこうゆるっとしてるとボトムも結構こうワイドとかストレートめだと本当にちょっとこうカジュアルすぎちゃうような印象になってしまうので、まあ、メリハリとか着痩せとか狙う場合でしたらこうできれば足のラインに沿ってぴったりと、でも上がゆるっとしてるから体型カバーできるよっていう方がより着痩せして着れるかなと思います。はい、ということで冬おすすめのあったか着痩せコーデ4つご紹介してきました。どうですかね皆さん、参考になれたらなと思うんですけど、どのスタイリングとかアイテムにも共通して言えるっていうところが2つあって、まず1つ目がやっぱりスタイリングですね。トータルのコーディネートの組み合わせをしっかりこうメリハリあるコーディネートに持ってくるっていうところがまずポイントなのと、あともう1つがニットとかでしたらできればローゲージではなくてミドルゲージかハイゲージ系ですねの結構目の詰まってるようなこうモコモコしすぎないようなニットの中でも、まあ、素材ですとかそういうところで選んでいただければ全然冬でもあったかくでも着痩せして着れるようなコーディネートになると思うので、ぜひこの4つちょっとご参考に挑戦してみてください。で今日ご紹介したスタイリングは、まあ、いつも通り下の概要欄にスタッフボード貼ってるのでそちらからぜひチェックしてみてください。でこちらの動画ご視聴いただいた方は、グッドボタンとあとチャンネル登録も一緒によろしくお願いします。ではまたバイバイ。